武田信虎、甲斐を統一した豪傑、追放後もお達者でした。皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは甲斐のパパトラこと武田信虎。息子晴信に追放された悪逆非道の暴君というイメージが強すぎる信虎さんですが、この方よくよくエピソードを見てみるとなかなか魅力的な人物なんです。前半生は戦三昧、追放された後も活発に活動していたようで、すこぶるエネルギッシュな方だったようですよ。15歳で叔父を討つ。武田信虎は明応3年1494年正月6日、武田信綱の嫡男として生まれました。幼名を五郎と言い、初名を信直と名乗りますが、ここでは信虎で統一したいと思います。甲斐の国守護武田家は、信綱とその弟油川信義との間で家督争いが起きていましたが、永正4年1507年に信綱が亡くなり、当時14歳の信虎が家督を継ぎました。一度は後継者の座を諦めた叔父信義も、若造が相手なら勝てると思ったのでしょう。翌年、国衆らと共に勝山城で挙兵して信虎の前に立ちふさがりました。ところがどっこい、この戦いで信虎は勝山城に夜襲をかけ、信義とその息子たちを討ち取って圧勝。たった15歳にして信虎は内紛を収め、名実ともに武田家17代当主であることを世に知らしめたのでした。黒人衆との戦い、当主として白星発進した信虎は以後黒人衆を平らげるために奮闘します。まずは小山田氏の本拠鶴郡へ進攻。永正7年1510年に小山田信有を服属させると、永正12年1515年、信有とともに西郡戸田城の大井信里を攻めます。しかし大井氏は駿河の今川氏に服属していたため、信虎は救援に来た今川勢に苦しめられて大敗。同じく今川に通じていた川内の穴山信風の手引きもあって、逆に今川勢の甲斐侵攻を許してしまい、信虎はピンチに陥りました。ところが今川勢は遠江で起きていた引間攻防戦に兵力を集めたいという事情があり、信虎と和議を結んで甲斐から撤退。永正17年1520年には信虎と大石との間に和睦が成立し、信虎は信里の娘を正室に迎えます。大井夫人ですね。この間にも信虎は氷見の今井信惟を服属させたり、甲府の巨漢つつじヶ崎館と爪の城妖怪山城を建設したり、服属した国衆たちもことあるごとに不服を申し立てては武力行使に出てきます。当時信虎は20代後半、やる気と血の気は有り余っていたでしょうが、それにしても超多忙な日々でした。晴信、陣中にて爆誕。そんな大永元年1521年2月、今度は今川方の謎多き武将福島正成が藤川を伝って甲斐川内に侵攻してきました。9月、大井夫人の実家の戸田城を落とした福島勢は勢いを増して甲府へ迫ってきます。これはまずいと信虎は妖怪山城へ退却。この時大井夫人は臨月の迫る大事な体でした。やや子のためにも負けるわけにはいかん。体勢を立て直した信虎、
10月半ばには勢いを取り戻し、今川勢を押し戻します。戦乱の最中産気づいた王位夫人は11月3日元気な男の子を出産。彼こそは後の武田晴信、甲斐の虎信玄。陣中で生まれ陣中で死んだ男なんですね。この啓示に湧いた武田軍は11月23日上条河原で串間勢を撃破。正成を討ち取ると穴山塩も服属させました。甲斐一国を統一。その後は周辺諸国との抗争が激化します。甲斐と領土を接するのは東に相模の御北条氏、南には駿河の今川氏、北西には信濃の諏訪、雲野、村上の各氏、北東に山の内、扇ヶ谷の両上杉氏。信虎はとりあえずこれまでと同じく新上杉、反御北条、今川とは懐を探り合うという方針を取りました。その上で享禄元年1528年、かねてより因縁の深い信濃諏訪氏の家督争いに首を突っ込み、ついでに侵攻します。ところがあっさり敗れてしまったため、今度は両上杉氏との同盟を強化しようと家中の反対を押し切って上杉氏から側室を迎えます。家臣たちが心配した通り、この婚姻によって上杉氏に敵対する御北条氏、北条氏綱との対立が深まり、以後御北条氏とは一進一退の攻防を繰り返すことに。この状況に重臣小部虎正や栗原、今井、大井など武田に服属していた黒人衆たちが言わんこっちゃないとばかりに反発。享禄4年1531年正月、信濃の諏訪頼光と結んで兵を挙げました。信虎は彼らをブルドーザーのごとく制圧し、大井夫人の兄大井信成をも滅ぼします。翌年9月、最後まで抵抗を続けた宍喰城が陥落。立てこもっていた今井信元を降伏させました。国内の反対勢力を一掃し、国衆の抑え込みに成功した信虎。なんだか怪我の巧妙感が否めないですが、ついに甲斐一国の統一を成し遂げたのです。ちなみに天文4年1535年には諏訪頼光とも和睦。三女ねねを頼光の孫頼重に嫁がせています。今川義元と北条氏綱。翌天文5年1536年、駿河今川氏では家督争い、花倉の乱が勃発。信虎はこれをきっかけに今川義元、泉岳商法と同盟します。長女上慶院を義元の正室として嫁がせると、義元の斡旋によって嫡男の太郎、元服して晴信に公家の三条家から正室を迎えました。ところがこの政略結婚にまたしても北条氏綱が激怒。うちと今川は姻戚関係なのに、なんで武田と結ぶのだ、裏切ったな義元。というわけで天文6年1537年、第一次加藤の乱が勃発します。信虎は扇ヶ谷上杉氏と共に今川義元を援護しますが、北条氏綱の鮮やかな策略調略の前に公孫連合軍は大敗を喫してしまいました。後に天文8年1539年、信虎は単独で氏綱と和睦して、御北条との対立は小康状態となります。ですがどうもこの和睦、義元には知らせていなかったようなのです。信虎が勝手に和議を結んでしまったのなら、
吉本に信用ならないやつと思われたという可能性もありますね。これが信虎追放劇において吉本が春信に加担した遠因となったとも言われています。信虎突然の追放。天文10年1541年5月末、諏訪頼光、村上義清と同盟した信虎は、春信を伴って信濃の国佐久、小佐方から重の三家、雲野、根津、望月を駆逐。諏訪から凱旋した信虎は、6月14日には娘婿である駿河の義元を訪問するべく、慌ただしく出立しました。ところが道中で突然嫡男春信の手勢が現れると、甲斐駿河の国境を封鎖してしまいます。春信は重臣板垣信方、甘利虎安らに指示されて信虎に反旗を翻したのです。甲斐に帰れなくなった信虎はそのまま国外追放、強制隠居させられて今川家に身を寄せることになりました。追放事件の真相は？この信虎追放事件の背景については諸説あります。 ① 信虎が嫡男春信を嫌って次男の信繁を溺愛、信繁に家督を継がせようと考えていたため、頭の良すぎる春信を信虎は密かに恐れていたとも言われています。武田の家督争いはもはやお家芸なのではと思うほど頻繁に起きていますね。丸2、信虎が常軌を逸した暴君だったため、妊婦の腹を裂いて胎児を取り出した、些細な理由で大勢の家臣を手打ちにしたなどの悪逆非道説。しかし実際の信虎はかなり信心深い人だったようで、これらは摂政関白と同様の作り話だとされています。丸3、実は信虎は駿河の情勢を知らせるための工作員だった。信虎は桶狭間で義元が討ち死にすると、後継ぎの氏真はボンクラだと手紙を送ったり、今川方の武将を調略しようと動いたりしています。しかし信虎追放から桶狭間まで実に20年近くの歳月を、信虎ほど血の気の多い人がじっと待っていたというのも違和感があります。ここまで信虎の経歴を見てきましたが、勢いに任せて周辺勢力をねじ伏せていく、いわゆるパワーファイターだなという印象を受けますよね。戦続きで領土こそ拡大していますが、兵力となる領民たちにしてみれば相当な負担だったはず。またこの時期、武田領内は大飢饉が発生していて、民の疲弊に追い打ちをかけていたと思われます。甲斐統一は異業ではありましたが、領内には不満の声が高まっていたのも確かでした。そこに仲の良くない親子関係と、統一したばかりの国内での国衆有力家臣たちの不平や反感が加わり、世代交代が望まれたのかもしれませんね。パパトラの追放ライフ。ところで追放後の信虎さん、あまり知られていないと思いますが、めちゃくちゃ元気にお過ごしでした。上洛して京都見物、高野山や奈良の寺社を巡り、本願寺少女、賢女のお父さんや山科時次公家たちと交流したり、駿河についてきていた側室との間に子供を作ったり、伊勢の国北畠氏とも関係していたのか、永禄7年1564年には島の海賊13地頭の一つ甲賀氏に身を寄せています。13地頭は北畠氏の講演を受けて勢いを増していた久喜氏を追い出していますが、この時信虎は軍師として力を発揮したと伝わります。
その後は足利義昭の命で信長包囲網に参画。六角氏と共に近江へ侵攻しようとしていたそうです。この計画は晴信の死によって白紙となりましたが、もし実行されていたら別れた親子による共闘となっていたかもしれないですね。天正2年1574年、信虎は三男信門の高遠城で家督を継いだ孫勝頼と初の対面。間もなくして3月5日、81歳の天寿を全うしました。まとめ、15歳にして叔父を討ち、内紛の続く武田家中を治めた信虎は国内の黒人衆を武力で圧倒し、甲斐統一の偉業を成し遂げました。婚姻、同盟、対立を繰り返し、周辺諸国の列強たちとしのぎを削っていましたが、嫡男の晴信によって強制隠居、駿河へ追放されてしまいました。とはいえ、その後の晴信、甲斐の虎武田信玄の活躍は信虎の甲斐統一というベースがなくては成り立たなかったことでしょう。追放後も駿河にじっとしていられなかった信虎、京や伊勢を舞台に悠々と活躍して長生きし、晴信の死の1年後に亡くなります。悪人だったというエピソードが伝わっていますが、どうやらそれも後世の創作。素顔は血気盛んでバイタリティあふれる、でもちょっとちょっとつ盲信気味な生涯現役のパワー系武将だったようです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。